こんにちは、りんたろーです。りゅうだんびファンの皆様、大変お待たせいたしました。ついにバージョン1号の不屈火事場装備が完成しましたので紹介したいと思います。じゃあ早速スキル一覧から確認していきましょう。こちらがスキルの一覧です。さてバージョン 1.4 で紹介していたものと何が違うのかというと、ズバリ隆起活性が入りました。隆起活性はレベル5で体力が 80% 以下の時に攻撃力が 1.1 倍になります。これすなわち火事場とめちゃくちゃ相性がいい。今までは隆起活性なんて激重もスキルで入れられるわけがなかったんですよ。まあただでさえ鈍器使いも重いですからね。しかし新しい五石がこれを可能にしてくれたんですね。さあ改めて倍率を見ていきましょう。まず攻撃で 1.1 倍、ドンキ使いで 1.1 倍、攻めの主勢で 1.15 倍、闇討ちで 1.2 倍、表記錬成で 1.3 倍、猫火事場で 1.35 倍と、さらに反撃重視 GP の1.25 倍や猫飯の砲撃術レベル4まで重なるもんなら、もうこれはね新時代です。もう確実に新時代です。もう強属性に負けるわけがないですよね、こんだけ倍率がかかってからね。というところでですね、まあ、早速新時代の火力をお見せしたいと思いますが、一応装備とかも流しで映しておきますので、まあ、参考にならないとは思いますが、一時停止して必要な方はご確認ください。さあ始まってまいりました、りゅうだんびんチャレンジ。本日は解説としてりんたろーさんにお越しいただきました。りんたろーさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ先ほどですね、スキルの紹介のところでりゅうだんびんが強属性に勝てるんじゃないかというお話がありました。まあただ世間的にはりゅうだんびんは強属性に勝てないというのが一般的な考えだとは思うのですが、そこら辺についてどのようにお考えでしょうか。まあそうですね、確かに、まあ、サンブレイクの歴史をですね、まあ、見ていくと、まあ一度も勝てていない、リュウダミは強属性に一度も勝てていないっていうのが、まあ、現実だとは思います。まあ、ただですね、今回ですね、まあ、様々なスキルを積むことによって、まあ、一覧の時にお見せしたようにとんでもない倍率がかかっていますと、まあ、これでね強属性に勝てなかったら、まあ、それはもうカプコンさんのなんていうんですかね、その榴弾瓶に対するその威力の設定が、まあ、間違っているとね、まあ、言わざるを得ないと思いますのでですね、まあ、カプコンさんが正しいということをこの動画で、まあ、証明できるんじゃないかと思います。なるほど、ありがとうございます。確かにですね、とても、まあ、えげつないほどの倍率がありましたからね、まあ、ぜひですね、まあ、更新するところも私も見たいと思います。さあどうでしょうか。おっと、なんと400に届かない。これはどういかがですかね、水野さん。おお、まあでもあれですよ、スキル一覧でね、お見せしたやつって、まあ、例えばドンキ使いだとか、まあ、そこら辺が全部重なってっていう話なので、まあ、まだほぼほぼ何も発動してないですからね、まあ、まだこのダメージで済んでるのかなと思います。きっと全部発動すれば、まあ、2000ぐらいのダメージはいくんじゃないかなと思いますね。はい、という、まあ、お話がありましたが、まあ、相当ですね動揺を見て取ることができましたね。まあ、冷静に考えますとね、ここからの伸びしろを考えると、まあ、せいぜい2倍ぐらいかなとは思うのでね、まあ、800ぐらいで落ち着いてしまいそうですがですね、まあ、実際に、ね、見てみないと分かりませんのでね、今後はこの資料の様子を見ていきたいと思います。まあ、先ほどからですね、まあ、見ている限り狩りは相当慎重に行われているようですね。まあ、そうですね、まあ、一応火事場使っておりますので、まあ、ちょっとしたね、あの甘噛みされるだけでも、まあ、落ちてしまいますので、まあ、できるだけ、まあ、丁寧に、ね、戦おうかなとは思っております。
あとはね、ここでね、もう同期使い発動しますから、こっからですね、本領発揮ですね。もうこっから2000ダメージ出ると思います。ありがとうございます。さあ、ここでですね、早速反撃重視からの超高チャンスが来ました。まあ、表記ゲージは溜まっていないですが、749ですか。まあ今までの榴弾瓶からしたら、まあ結構高いダメージが出ていましたが、これは強属性と比べてどうでしょうかね、凛太郎さん。無理っす、勝てない、強属性には勝てない。おっと、ここで敗北宣言が出てしまいました。また今表記レース入れたら800ダメージ出てましたね。どうでしょうか、これがこの装備の限界なんでしょうか。いや、まあそうですね、まあドンキ使い発動して、闇討ち発動してて、表記レース発動して限界か。いや、まだあれです、あの危険の戦慄がありますね。まあなので、そうですね、せめて1000ダメージはいってほしいところですね。なるほど、ありがとうございます。さあ、今なんか罠を置くという、まあ、動きをしていましたが、これはどういったことなんでしょうかね。あ、まあそうですね、まあできれば超高チャンスを増やしたいっていうことで、まあ榴弾瓶のダメージだとね、あまりダウンも期待できないので、まあ、一度、まあ、シビレバーナーとか使ってちょっと後ろからね兆候を打とうかなというふうに考えております。おっと、危ない、今危なかったですね。結構ですね、ああいう攻撃は範囲が広いから気をつけたいところですね。まあそうですね、カジバは本当にね危ないですからね。まあこんな危ないカジバをやって出るダメージ、まあここで改めて確認したいんですけれども、800、まあ、900弱、まあ、これはどうかなと思いますね。そうですね、まあ、今ですね、この動画ですね、まあ、無理やりですね、まあ、2人実況みたいな感じで進めていますが、まあ、今どちらがどちらのキャラをやってるのか分かんなくなってきましたので、もう普通にやりたいと思います。まあ、あとね、あと1回、どうだろう、2回ぐらい超高ね打つチャンスがあるような気がしますのでね、まあ、ここでお肉ルーツでしっかりダウンを取っていきたいと思います。はい、ドンと。さあ、後ろでコタルを用意して、コタルを用意して、ただね、これ機嫌がね、また乗ってない気がするんだよな。どうかな、はい、どうぞ。はい、同じく887だね。これが限界のような気がしますね。もしかしたらね、あれね、怪力の種の効果切れてるからね、もうちょっと上がるかもしれないけど、もう弱っていますが、ラストの超高チャンスでしょうか。まあこれは無理やり打っていきましょう。さあ、最後1000ダメージを見せてくれ、頼んだぞ。あ、切るんだ、オッケー、切る、終わるんかい、瓶出ずに終わるんかい。はい、結果1000ダメージすら出ませんでしたね。うん、まあでも頑張ったと思うよ、榴弾瓶はよくやったよ。まあ結局最大ダメージはね900弱しか出ませんでしたけれども、あれ多分機嫌乗ってない状態なんで、まあ、砲撃術の上振れとうまく重なれば1000ダメージいけるんじゃないかなとは思ってます。機嫌の倍率 1.2 倍ですからね。なので、まあ、1000ダメージチャレンジする場合は、まあ、僕みたいに盟友と行くのではなく、まあ、リア友とかネット友とかでうまくタイミングを合わせていける友人といけるといいんじゃないかなとは思います。まあただね、ここまで見ると榴弾瓶あかんな、まあ正直あかんなとは思うとは思うんですけれども、まあ、まだチャンスはありますからね。6月の追加コンテンツ、ここで倍率の調整が来ればワンチャン輝きますから。甘噛みしたけど輝きますからね。榴弾瓶ファン、もといね、チャークファンの皆様は、このね、榴弾瓶をなんとかしてほしいっていう声が、カプコンに届くように、励んでいきましょう。みんなで声を上げていきましょう。今日の動画はここまでにしたいと思います。榴弾瓶をなんとか強化してくれと思った方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。コメントでもね、榴弾瓶についてぜひ熱く語ってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。